令和元年9月28日鶴見緑地球技場にて 2019X リーグディビジョン3ウエスト本日の2試合目になります。キリックストヨタブルーファイターズ対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦が14時10分キックオフ予定で試合開始になります。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側からえんじのユニフォームがキリックストヨタブルーファイターズ、奥側ホワイトのユニフォームが佐藤建設スタンディングベアーズです。佐藤建設キックオフ、キリックスリターンで試合が始まります。インターセット。キリックスが投じた、サンバが投じたパスを受け取ったのは佐藤建設7番、攻守交代です。ターンオーバー。ランニングバック9番、ピッチプレーから左オープンへのスイーププレー。佐藤建設ファーストダウン。パス不成功。タッチダウン。ランニング枠16番、ハンドオフから中央突破し、そのままエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。キリックス6点獲得。キュービーサーク。ボールオン自陣10ヤード。セーフティー。ここで、佐藤建設スナップミス。大きくそれたボールはエンドゾーンを越えて外へ出ました。この場合、オフェンス側の自殺点となります。したがってキリックスに2点が入りまして、キリックストヨタブルファイターズ8点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点。パス成功。ファーストタッチダウン。クォーターバック3番、ハンドオフへから右にブーツレック、そのまま右オープン駆け上がりエンドゾーン飛び込みタッチダウン。キリックス6点獲得。キュービーサーク。キリックスファーストダウン。インターセプト。キックレングス36ヤード。キック成功。3点獲得。キリックストヨタブルファイターズ18点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点。インターセプト。
クォーターバック6番再びドロップバックからパスでしたが、これを取ったのはキリックス20番攻守交代ターンオーバータッチダウン。クォーターバック3番エンドゾーン奥深くへのフライパス、このパスを取ったのはキリックス9番、したがってタッチダウン成立です。キリックス6点獲得。ナイスラン、ファーストランボールオン相手ジョ、ボールオン46ヤード。佐藤建設ファーストラン。中央へのランプレー、キャリア9番、しかしこれはゲインなし、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了です。試合終了となりまして、キリックストヨタブルファイターズ24点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点でキリックストヨタブルファイターズの勝利となりました。日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2019 X リーグ B ブロック第2節、本日の第2試合キリックストヨタブルファイターズ対佐藤建設スタンディングベアーズの試合はご覧のように24対0を持ちまして、キリックス・トヨタブルファイターズが勝利いたしました。ご来場の皆様、激戦を戦い抜いた両チームの選手に今一度大きな拍手をお送りください。10月19日12時からここ鶴見